皆さんこんにちは、モータージャーナリストのレイです。 BMW R90 アーバン GS に乗って首都高お散歩をお正月楽しんでおりましたところ、首都高がですね渋滞し始めましたので渋谷で降りちゃいたいと思います。ここまでですね、まあ、僕がどんな印象をこの R90 に持っているのか、をですねお話しさせていただいたんですけども、一見ボロクソに聞こえて、愛してやまないっていうところがですね、あるバイクなんですけども、ただ説明がちょっといろいろと難しい部分があってどうしようかなって思う部分がですね、まあ、GS に続いてあって、ただ GS は最終的に、まあ評価としてはこれまで GS に興味がなかった人も今回の GS は欲しくなれちゃうし、 GS のこういうところちょっとないなっていう、特にそのスポーツ路線だった人たちにとっても、僕以外の走り系のジャーナリストをひっくるめて今回のはいいね、欲しくなっちゃうねって言ってる部分が、まあ、GS 何よりも最高だと思うんですね。でなんだかんだのフルオプションで400万円級でしょ。いやー価値はあるよな、いいと思うんだよな。に対してこっち、230万円ぐらい出してですね手に入るのがですね、まあ、水平対向シャフトドライブ BMW が長年作り続けてきたお袋の味大得意、もうこればっか作ってきた、ただ仕上げ困難、フロントフォーク困難、リアサスも安難、マスターのタッチもっていうぐらいなバイクですね。だけどそれで文句が出ないですよ別に。なんか例えばタッチが悪いから運転しにくいんだよなってこともないし、なんか全部必要にして十分というかちょうどいい感じでまとまってきてるところがすごくいいですよね。あ、この信号行っちゃいたかったな、ここ止まりたくなかったな。僕の個人的なお話をするとですね、僕はこの水平対向がすっごい好きかというと、本当に普通なんですね。特別好きでもなく別に嫌いでもなく、でこれまで水平対向を買うチャンスがあったかというと、水平対向だから欲しいと思ったことは一度もなくてですね、あのそれぐらいこうニュートラルな自分なんですけど、だから水平対向信者じゃない人が GS とかこの R90 をどう思ってるのかっていう面で、まあ、価値ある部分は正直あると思うんですね。別に信者じゃないけどエンジンのフィーリングすごくいいですよ。でなんていうんですかね、こうトコトコ感っていうこの鼓動と、あとある程度の雑味もバイクってあった方がいいと思うんですね。でそれをあのローマ字にすると説明がつきやすい時があって、仕事のインタビューとかで短時間でパパッと結論言わなきゃいけない時によく使う言葉フレーズ僕使うんですけど、あのパルスがあってノイズがない、このパルスとノイズって説明したい時があって、というのも最近あのバイクメーカーが例えばニューエンジン作りましたとか水冷化しましたとかっていう時に、少し前の時代だと例えばインジェクションになりましたとかフォーストになりましたとかデンスローになりましたとか、なんかこう変化する時ってありますよね。でそうなった時になんか新型がつまらないっていう風潮を出したがる層って必ず一定数いるんですね。で確かに一見すると味が若干薄くなったように感じる部分っていうのは確かにあって、もちろんそういった意見も嘘じゃないんですけど、ただ結果雑味が減って何が残ったか、その雑味を良しとしてきたのはメーカーが技術的に今まで消せない雑味で、すいませんその鍋のアクちょっと取り除く、ちょっとこう便利なお玉持ってないんでアク残したまんま今回テーブル出しますねみたいな、そしたら結果としてアクがうまいみたいな、いやこのアクがいいんだよみたいな、で時代変わって、あアクはもう調理の時点で一切出さなくなりましたんで、あのうまみだけ出しておきましたっていうと、なんかあいつら変わったみたいに、その世代超えられない人たちって必ずいるんですね。でそういう時にもあのノイズが減ってパルスがきちんと残ったみたいな言い方をあのしたりするんですけど、この水平対向のエンジンももっとその雑味が残されていた、もっとパンパン炸裂してた頃の水平対向って正直もっと面白かったように思うんですね。ただその時には僕は欲しいとは思ってなくて、いやこれ制御の問題だろうよって、例えばそのハーレーダビッドソンの不整脈を良しとするかどうなのか、あれも制御の問題でしかないと思うんですね。まあ、わざと残しているものも当然あると思うんですけど、それをすごく洗練させて工業製品として機械としてちゃんと作っていくと、
いやそりゃハーレーの水冷エンジン物いいわってなるわけですよ。でこの R90 もやっぱ10年作ってたりするし、もう水平対向シャフトドライブの組み合わせも BMW からしてみたら、もうその目つぶってても手後ろで縛られてても簡単にできちゃうことだから、やっぱそれなりにできてることじゃないと出せないこのまとまりの良さって価値あるんですよ。だからあのこのバイク230万円はちょっと高すぎるって僕ちょっと文句言ってるんですけど、おひねりって考えてください。160万ぐらいが僕このバイクの適正価格だと思うんですけど、プラスそこからの6、70、80万円ぐらいは BMW に対する、心付けですね、お世話になりました今回どうぞよろしくお願いしますってこう料亭入ったらポチ袋みたいなお金入れてこう渡すじゃないですか、あれですね。あとはこう気の利いたところと仕事すると、いや今回わざわざお越しくださってありがとうございましたってほんの足代なんですけどって言ってこうタクシー代くれたりするわけですよ。だから BMW を応援したくて、これからもいい BM 作ってね、俺 BM のサポーターだからっていう気持ちで BMW に60万から80万ぐらいの、チップをお支払いするぐらいの気持ちで乗ると最高潮にいいバイク、これを230万円払った分だけのものを意地でも引き出してやろうかっていうと、引き出せないって言ってるわけじゃなくて引き出すのが難しいですよっていう話をしてるんですね。それだったら、そうですね、性能全部発揮するのがほぼ不可能だとしても S1000RR、M1000RR 系のバイクの方がその凄みを引き出してその体感を、まあ、得やすいというか感じやすいと僕は思いますね。まあでもこのやっぱ水平対向気持ちいいな。今上これ3号渋谷線走って、今これ東名に接続する方向もう渋滞始まってますけど、今からまた実家帰ったり遊びに行ったりとかする人いっぱいいるんだと思うんですけど、まあ、こんな下道なんてことないとこですよ。すぐそこは世田谷警察署前、まあ、三軒茶屋のこの杉田あたりなんてことない日常的な道ですけど、やっぱ今もここね、このドウ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 ってなんかこうずっとこう揺られ続けてる感じ、程いいんですよね。こんだけ排気量あってうるさすぎなくて全部程いい。やっぱ BM でそういうなんかの程いいバイクとかまとまりのいいバイク作らせたらやっぱうまいんですよね。で派手に見せかけてそれはそれでよくまとめてあるんですよっていう、うちらなんだかんだツボを抑えるんですよっていうドゥカティ。なんかうち生産台数少ないんで、もう好き勝手やらせてもらいますわっていうのが MV ヤグスタ。もう MV ヤグスタはいろいろもう好き勝手ですよ、もう全てにおいて。まあ、だからこそこの辺ってやっぱ面白いバイクたちなんですけど、10年ぐらい前、もう10年以上前になっちゃうんですけど、 BM のバイクに乗ってツーリングしまくってた20代後半若りし頃の自分いるんですね。ただその時に買った BMW って4気筒モデルで水平対向じゃないんですよ。当時、まあ、GS いいなって、まあ、思いはしたけど、試乗してもなんか大排気量ツインってよく分かんなかったな。なんかそういうのが分かるようになったのはちょっと一回いろいろドゥカティとか他のメーカーとか挟んでからだったな。あと、まあ、30代前半ぐらいの時に、まあ、そのレースやったり練習したりをやりまくったおかげで、その時にはいろんなものの理解が進んだんですけど、でもやっぱり時間をかけてもっといろんなものが体に五臓六腑に染み渡ってから蓄積されてから乗る、やっぱこの水平対向いいな。話変わるんですけど、こういうネイキッド系のバイクってなんか何でもできるとこがかえってその歯がよく感じるときって僕はあって、最終的にやっぱ不器用なバイク乗るとホッとするとこあるんですよ。なんていう話を長年ずっとしてきてたのに、いや R90 でいいんじゃねっていう。別に例えばこれをサーキット走行会に持っていく気持ちもさっぱりないし、23区の移動が楽しくてかつおしゃれならばいいし、あとそれなりに大人だからこう乗っていて恥ずかしくないメーカーのバイク乗ってたいし、多少の推しも欲しいし、あんまその推しが強すぎるやつはちょっとこう恥ずかしくなっちゃう時あるから、ちょっとドラッグスター RC はあれですね、ちょっと推しがすごすぎるみたいな、
なんか急にあいつイタリア人のすげえ女連れてきたけどどうしたみたいな、何があったみたいな。だからやっぱそこでこう、こうね、ちょっとこう、かといってなんかバッチバチのこう何、あの着物とか似合っちゃう人連れててもびっくりしちゃうと思うんですよ。どこ行ったらいいか分かんないし、どこで知り合ったらいいかも分かんないし。だけど程いい感じのなんか清楚な女の人連れてた方が印象いいみたいな。なんかこの R90 ってなんか見た目可愛いし、スタイルいいし、優しいし、でなんか意外になんか家庭料理作れちゃうみたいなとこあるけど、なんかずるいポジションなんですよね。なんかいいんだ、これドラクエ5で結婚相手の中に出てきたら、なんかあの何、どの辺、フローラ違う、ちょうどいいとこ分かんない、フローラほどのキャラ立ちもしてない感じがする。これね難しい。だからそうだな、強くてニューゲームで2周目とか3周目に選ぶといいかな、このバイクって。そんな感じがするな。最初から選ぶときはもっと濃くて強いものを知っておいた方が、こうバイクってアカデミックなものだから、こう時間をかけて学んでいくものだから、最初にここ来ても進まないだろうな、その工業製品としてのバイクっていうものに対する理解が。なんかバイクに乗って景色楽しんで、たまには2人乗りしてちょっと高速乗ってみてとか、そういうことを楽しむ分にはもちろんもう本当に教科書通りな、いい乗りやすい扱いやすいバイクなんですけど、バイクとは何ぞやっていう、その二輪の道みたいな、なんかそういう、例えばその走らせるとか、バイクについてくる機構をうまく使うとか、そういう部分で言うとちょっと他に乗っておいた方がいいものはあるな。いやーいいな、このもう今何速入れてるか分かんないけど、4速か5速今上げたかな。回転数ほとんど全然上がってないですよ。それでもボト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 って水平対向が僕のお尻を叩き続けるんですよ。あ、そうだ、当たり前すぎて言い忘れてたんですけど、やっぱ230万円出すとこんだけ巨大な振動が出てるバイクだからなのかもしれないけど、微振動ゼロですね。嫌な振動全然出てこない。僕微振動がもう、もう生理的に無理でですね、どんだけいいバイクでもなんかハンドルがビチビチしびれるとかすると、なんでこんなん消さなかったのって、メーカーの人は愛情ねえなって思うんですよ。あれ不快で、あれがあるから気持ちいいものなんて世の中 100% ないんですね。で同じ BMW でも200万円超のバイクでも、なんでこのバイクこんなに微振動出んの、ちょっとこれもうそれだけでないわっていうものがあったりするんですよ。 R90 はいいですね、そういうのない。だから本当にその水平対向らしい鼓動感だけを、右手左手お尻太ももつま先足の裏くるぶし、もういろんなところでバイクと触れ合ってる部分から、本当にそのピュアな純粋な水平対向のフィーリングをずっと感じ取っていられるのは、なかなかにして贅沢ですね。水平対向信者じゃないのに信者になりそう、気持ちいい。これはちょっとドゥカティの L ツインでそれをずっと感じたりとは別に正直思ったことない、ドゥカティ強なのに。あっちはそうだな、もっと派手にアクセルをこう開け閉めしていくってことを楽しみたいけど、こっちはずっとパーシャルで走ってていいな、延々にパーシャルでも悔いがないな。いやーなんかノスタルジックでいいよな。まだこのバイクの見た目ちゃんとお見せしてないからあれなんですけど、ほどいいな。まあそしてですね、まあ倉庫話してるうちにもう洋画のあたりまで来てるんですけど、脊髄反射でですね、この時期は、一旦向かうとこがあります。ちょっとこう新年のご挨拶ですね。あと何らかこうくじ引き的なものがあるらしいということで、私が今向かっているのはもう東京近郊の方はこの景色もおなじみだと思うんですけど、もうじきもうすぐ混んでっかな、混んでたらお客様のお譲りして帰ろう。はい、ということで串谷世田谷店にやってまいりました。よいしょと、さてちょっと挨拶してこよう。よいしょ。いや、かわいいね。
ということで、サクッとお買い物して、くじ引きしてですね、くじ引きはとある賞を当たりましてですね、顔なじみの方がいたのでお年玉プレゼントをしてまいりました。お年玉プレゼントってなんだろう。というわけで僕はもうちょっと汚れちゃったな。もうちょっと R90 でお散歩してきます。それではまた。